はい、皆さんこんにちは。今日はですね、僕が知っているハイドロカルチャーの植え込み方というものをやりたいと思います。ハイドロカルチャー使って植え込みやっている人たくさんいると思いますが、ちょっと僕と違うところが多かったので、僕のやり方をね、皆さんに伝えてみたいと思います。はい、こちらハイドロカルチャーです。ホームセンターでね、売ってあるものなんですけど、大袋でですね、売ってありました。僕はあまりね、ハイドロカルチャー実はそんな使わないんですけど、やっぱりね、展示場なんかによっては土が嫌とかいう人たちとかもいますし、遠いところだと保湿性があるので水切れ若干ねしにくいです。普通の土でやっているよりはですね、水を保つので植物たちがギリギリまで持ってくれるということもあるので、そういう場合はね使います。なので今からやることはですね、実際僕がリアルにやっていることなので、ぜひ参考にされてみてください。はい、じゃあ今回はね、こちらの鉢に植え替えていこうと思います。これ僕が2年前ぐらいかな、自作で作ったウッドチップを使った鉢カバーなんですけど、これ作り方YouTube でもね配信してあるので、ぜひ知りたい方は見てみてください。なかなかいいでしょう。ちょっとねハゲちゃっている部分もあるんですけど、はい、これママチュアのねお手入れとか見ているとたまに出てくるんで、皆さん知っている方多いと思うんですけど、実は僕がねこれ作った後にペペロミア、オブツシオリアをですね、ポンポンとこのパックごと突っ込んでいるだけなんですよ。まあ、こんなやり方でもですね、こういう鉢だと割と自然に見えておしゃれに見えます。で、今回はですね、ちょっともう傷んできているし見栄えも良くなくなっているので、分解してこちらの方にハイドロカルチャーで植え込んでいきたいと思います。まずはねチェーンを取って、もうどのくらいの期間か、2年ぐらいこんな感じでやっていましたが、皆さん雑でもですね、鉢こんな感じだといい感じに育ちます。パックでこうやって曲がって入っていましたよ。植物って強いので、そんなにこだわりを持たなくてもいいんですよね。中はですね、これダイソーのどんぶり碗です。プラスチックの味噌汁とかどんぶりを食べるときに使うお椀です。これが入っているので水は漏れません。じゃあね、これに植え込んでいこうと思います。今回植え込もうと思う植物は、主木にドラセナ、レモンライム、そしてじゃん、桜蘭、ホヤですね。そしてなぜかポトスが合体している小鉢、そしてオリズル蘭、ペペロミア、レッドルナです。こんな感じ、4つか5つ植え込めればなぁと思っています。そしてですね、もう新しい植物だけを使えばよくできるのは当たり前なので、この植物たち、レッドルナだけは新品なんですけど、オリズルラン、レモンライム、ホヤ、もうこれレンタル帰りでですね、ハウスの中でずっと眠っていた植物たちです。この子たちを使ってハイドロカルチャーで植え込んでいきたいと思います。ではまずは分解していきましょう。はい、ここの分解がミソなんですけど、よくこれね外した後に土を落としてね、水で洗ってきれいにしてくださいと言われることが多いですよね。ここが僕が違うところなんです。これ僕はね、ちょっと土はね落としますけど、3割ぐらいです。あとの7割ぐらいはですね残しておきます。そしてこれいつもやっている鉢下げと同じで、ギュッギュッギュッとねちっちゃくしますね。こうやってやっておくと鉢がちっちゃくなってくるので、こういう風にしてください。はい、で根っこもね、僕の場合ほとんど切りません。もうこのままの状態を保つようにしてます。古い根っこも新しく出てきている根っこもたくさんありますけど、この状態です。はい、こちらもホヤなんですけど、もう根鉢がちっちゃい場合はですね、これもギュッとこうちっちゃくしてあげるだけで大丈夫です。土を落としすぎないというところにね着目してください。はい、オリズルランです。軽く落としてギュッギュッギュッと、ね、ギュッと、ね、
ほら、縦長になりました。こんな感じでいいです。俵型のおにぎりみたいですね。レッドルナです。すごい根が張っています。ギュッギュッギュッと、はい、ちっちゃくなりました。はい、こんな感じでね、根っこちっちゃくなりました。でも土は多くて3割落としたぐらいで、ほとんど変わっていません。ギュッギュッと握りつぶしてね、ちっちゃくしただけです。じゃあですね、なぜ僕はこんな風にするかということをね、解説したいと思います。僕がですね、なぜこのやり方をやるかというと、まず根っこをですね、洗って根の状態だけにしますよね。そうすると今まで土に植わっていた状態、その状態に慣れていました根っこたちは。それをこちらのハイドロカルチャーに入れるということはですね、とっても簡単なことなんですけども、やっぱり環境が変わります。植物は環境が変わるということ、これを一番嫌います。なのでね、結構最初痛むことがあります。なぜなら今まで周りに土があったのに全部落とされてしまって、ハイドロカルチャーに変わってしまうからです。これはですね、水耕栽培から土に植え替えたりする人、気づいている人多いと思いますが、かなり枯れることありますよね。僕も水耕栽培からね、土に入れて枯らしたことたくさんあります。そしてコメントやね、質問メールでそういう風になっている人たちたくさん来ます。なのでやはり水耕栽培から土、これも今まで水がたくさん根っこの周りにあったのにいきなり土になる、水をたくさんあげていたとしても水の中で育った根っこ、これはもう水に慣れている根っこです。この根っこから土専用の根っこに変わるまで時間がかかります。そしてその状況、植物たちにおいてはとってもストレスになるんです。だから痛みます。慣れてきたらね、新しい根っこを生やしてまた新芽を出してくれることもあるかもしれませんが、かなりね、これも失敗している人たちが多いです。なのでね、僕はこの土を残したやり方を推奨しています。なぜかというとですね、これは造園屋さんです。造園屋さんの方たちはよく分かっていられると思いますが、造園外木ですよね、あの木って掘り起こすとき根鉢をすごく大事にするんですよ。きれいにくり抜いてね、すり鉢状な形で根巻き作業をして持っていかれるところ見たことありますよね。 YouTube とかで探してみると見れることがあるので、ぜひ見てください。あれって根鉢ってすごく大事なんですよ。で、僕もね、植え込みの作業やることありますので、造園屋さんたちとたくさんお仕事をした時にやはり見ていたらね、根鉢が崩れた時に大騒ぎします。あ、崩れたってね、崩れないようにきれいにね、掘り起こして、そしてシートを引いてそのままの形、それを根巻きした後に寝かせて植え込む、こういう作業をしています。ぜひ、ね、詳しく知りたい人は造園屋さんの YouTube もあっているので見てみてください。そういうふうにね、植物って根鉢ってとっても大事なんですよ。特に外の植物なんかは水をガンガン吸うんで、今まであった環境から変わってしまうと途端に枯れてしまいます。高さにしても2メートル、3メートル、10メートルとね、大きい植物たちばかりです。その植物たちが掘り上げで間違えて根鉢を崩したら、やっぱりね、枯れるリスクってかなり高いんですよ。なので僕はですね、観葉植物もそれに当てはまると思ってこのやり方をやっていたら、ほとんど枯れることはなくなりました。だからね、このやり方皆さんにね、今回お伝えできればなと思います。はい、じゃあね、やっていきましょう。はい、じゃあ最初にハイドロカルチャーをバラバラっと入れます。あ、そうそう、このハイドロカルチャーもですね、洗った方がいいよという人たちもいますが、まあどちらでもいいです。僕はね、めんどくさいから洗いません。加熱処理とかはね、しっかりしてあると思うので、このままでいきます。はい、じゃあこれ入れますよ、このままドン。
ドンと、だいたい真ん中か若干右目にしたいと思います。そして横に、おや、だらんと入れちゃいます。よ、まだまだ。じゃあ次はどうしようかな。はい、ここでレッドルナを入れます。どこどん、ちょっと真ん中より右目、どう、いい感じ。はい、そしてオリズルランが横から垂れ下がるように、いや、ちょっと違うな。レッドルナをレモンライムの横、こちらにしましょう。こっちの方がバランスがいいかな。そしてオリズルランを前からダランと垂れるように入れ込みます。はい、よよよ、はい、どうだ。お、もうちょっとオリズルランが下の方がいいですね。そういう場合は、そういう場合はですね、皆さんこれ潰すんです。ギュッと、今度はね、さっき俵状にしましたが、今度は円盤状に潰します。ギュッで、オリズルランはですね、ちょっと土が崩れても割と大丈夫なので、こうやって取ってあげてもいいです。その植物のね、性質を知っていればいろんなことができるんでね。はい、こんな感じ、ちっちゃくなりました。じゃあこれをね、入れます。はい、入れます。よ、いい感じかな、カメラ越しでも。はい、こんな感じですね。これ見ればもうこの植物たちの土で満杯じゃんと思いますよね。でもこれはですね、もうこれでいいんですよ。はい、いい感じになったと思います。で、この主木の横がですね、ひょっとして寂しいなと思う人はですね、じゃん、こちらにテーブルヤシを持ってきてますので、これを入れてあげても大丈夫です。いろいろね、入れてあげてもいいんですけど、今回はね、この4つで良さそうなので植え込んでいこうと思います。じゃあハイドロカルチャー、バラバラ、ここ適当です。はい、じゃんじゃん入れてください。で、バラバラこぼれるからね、こうやって下にこぼれてもいいようなやつをね、置いてした方がやりやすいでね。社長いつも汚いところでやってるけど、今回は綺麗に準備してるねとね、思いますよね。連休中なんで時間があったんでね、やりました。やればできます。はい、どんどん入れ込んでいって、ね、もう指で軽く押し込んでいくぐらいで大丈夫です。はい、どうかな。はい、完成しました。社長式ハイドロカルチャーの寄せ植えの完成です。じゃん。はい、いかがでしたでしょうか。社長式ハイドロカルチャーの寄せ植え、とってもね、簡単だったでしょう。大事なのは根鉢を崩さないということです。ハイドロカルチャーの寄せ植えって 100% ハイドロカルチャーだけじゃないとダメだと思っている人たちがほとんどだと思います。でもね、実際は違うんです。ハイドロカルチャー、それはですね、水、植物に対して保湿性を高めるというところ、僕はね、こういうふうに思っています。なので土、ハイドロカルチャー、これがね、混ざっても全然大丈夫です。今回の植物たちはですね、割と乾燥に強い植物たちばかりです。なので軽くお水をあげていても、表面乾いてもハイドロカルチャーがですね、しっかり保湿してくれているので、かなり乾燥気味になっても楽に元気に育つことができます。とっても簡単なことなのでね、ぜひ皆さんやってみてください。そしてハイドロカルチャーのね、もう一ついい点としてはですね、若干まだ寂しいなと思った時は、こういう、これフィロデンドロンペインテッドレディなんですけど、赤い茎が特徴の植物です。こういう刺し目でつきやすい植物をどこでもいいです。ブスッと刺しておくと、これもね、根付いてくれるので、とっても簡単で色味を与えるのに
手っ取り早いです。ぜひねやってみてください。それともう一つ、今ねこれ刺しましたけど、根っこを洗って根っこだけにしてしまうとすごくグラグラします。ハイドロカルチャーってこういう風に粒が大きいので刺してもグラ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 するんですよね。なので根っこがしっかり回ってしまうまでは時間がかかってすごくバランスを崩したりすることも多いです。こういうこともですね、ハイドロカルチャーを使って植え込みをするときに考えておくとすごく上手にできると思うし、このやり方はそれをあまり考えなくても大丈夫です。根っこしっかり張っていますから。はい、ということでですね、今回は僕なりのですけどハイドロカルチャーでの植え込み方やってみました。そして弱った植物たちだけをね使ってもこんなにゴージャスに作ることができるので、ぜひお家に余った弱った植物たち寄せ植えされてみてはいかがでしょうか。性質を合わせてみるととっても育ちやすいです。そしてハイドロカルチャーを使っていると保湿性があるので水管理も簡単になってきます。ぜひ時間がある時にねやってみてください。いろんなねやり方があると思いますが、どれが正解か分かりません。しかし僕はねこんなやり方をやっています。ぜひ参考にされてハイドロカルチャーでの植物の楽しみ方やってみてください。それでは今回こんなところで、バイバイ。